Ada apa rekan-rekan? Ini mumpung 30 lagi deh.
デカフェが風になりました。はい、ありがとうございました。素敵な歌がありました。続きまして、ジャンルがガラッと変わりまして、キーボードの弾き語りをさせていただきます。で、今キーボード抱えて出てきた彼がですね、秀樹くんです。ジャンルにとらわれず音楽が大好きな27歳でございます。
緊張されました？あのこの寒さで結構手がかじかむので、あのピアノも大変だったと思います。まあまた、ミスクについてはとりあえずはい、置いといて置いといて、ひどい扱いです。置いといてって、ね、キーボードですよ。あ、キーボードですね、はい、はい、で、続きまして今度はギターの弾き語り。そうですね、はい、七瀬ちゃんですね。七瀬ちゃん、どちらにいらっしゃいますか？あ、こちらにいらっしゃいます。着物を着てますけれども、で今から、はい、今見て小田さん、人のこと言えないからね。小田さん、可愛いでしょ。可愛い、可愛い、いつも可愛い、もっと言って。皆さん、いいこと言ったなと思ったら拍手してもらっていいんですよ。まだ言ってない。日本語がするよ。いいんですけど、今日なんかおかみさんみたいな。はい、今日シップに大人の女性という感じで。ギターと歌を始めて、2年と少し、月に 4,5 本のライブをこなす話題のアーティストでございます。テレビ出演や県外からの依頼が増えているそうです。今今後ですね、あ、褒めすぎですか？今後はテレビ出たの？テレビは、はい、先日サタデココを、はい、出演されていらっしゃいました。今後はですね、海外で勉強しながら音楽をやる目標に向けて日々活動中ということです。音楽じゃない、英語が得意だそうですね。外国はどちらを？アメリカに。そうですね。LA はロスアンジェル。あ、失礼しました。アメリカはアメリカですけど、合衆国。合衆国？合衆国で何なんですか？え、国義務教育終わりました？数字です。日本語もなんとか、はい。七瀬さん、ギターを弾かれるということで軽く袖を上げて、はい、ちょっとセクシーですね。言っていいですよ、声に出して。セクシか、セクシか、正しい。あ、一応海外もいらっしゃるんで。セクシか、九州弁はちょっと、九州弁はちょっと、セクシか、言います。いや、大丈夫ですか？はい、ここで問題です。七瀬ちゃんは何歳でしょうか？17歳。理想ですか、それ？当たった人には、当たった人にはどうしましょう？ボタンちゃん、どうでしょう？私が出るの？私が出るの？すっごいプラン練りますけど。フリーランドでいいですか？いいですが、うん、なんで地元？なわけないね。地元は違う。なんと、ちっぺらほど話してる間に、はい、いい感じですね。あ、ちなみに正解は何歳でしたっけ？20歳になりました。20歳です。ピチピチです。はい、準備できたようですので、じゃあ、ななちゃん、お願いします。では、はじめまして。人は多いんですけど、熊本市内をですね、中心に活動してますシンガーソングライターのななふです。よろしくお願いします。ではですね、今日はちょっとオリジナル曲を持ってきたので、1曲目の曲はですね、最近作った曲で、ニューステッドという曲になります。聴いてください。
1月にあるので、その時に振り袖を着るんですけど、でこういう格好全然したことないんで、ちょっと新鮮でいいですね。ではですね、次の曲はですね、色という曲なんですけど、この曲今まだ作りかけの途中なんですけど、一番だけちょっと歌いたいと思います。この曲はですね、まあ、人それぞれいろんな見方や考え方があるっていうのを、ことをですね、言いたくて書いてる曲になります。聴いてください。よ、涙流しても喉が乾くでしょう。青い色の太陽に、赤
しいのなのかわからないけど、もし違ったとしたら、どれだけ素敵な景色をあなたは見ているのでしょう。みんな違ってる、それぞれの世界過ごしてゆきましょう。いつもですね、大体まあライブの時は、まあ、30分から40分ぐらい、5、6曲で歌わせてもらうんですけど、今日はですね、ちょっと時間の関係で短いですけど、次の曲はですね、私がライブでいつも一番最後に歌ってる曲なんですけど、ラブタウンという曲でですね、この曲はですね、私が、はい、歌始めて、まあ、さっきも紹介であったように、まあ、そんな経ってないんですけど、その時にですね、初めてライブをして、その後に路上にですね、ちょっと街のアーケードに路上に出たんですよね。で、その時にやっぱライブと違って、路上はすごいいろんな人との出会いがあって、まあ、その中でですね、できた曲なんですけど、やっぱこういうね、寒い時期とか路上すると、もう手がかじかむので、ギターもなかなかですね、指が動かなかったりするんですけど、そういう時にですね、温かいお茶を持ってきてくれたりとか、一回ですね、小さい子がカイロを持ってきてくれたことがあって、でそれが、ね、すごい嬉しくてですね、でそれもちょっと歌詞にしてるので、歌詞にもですね、注目して聴いていただけたらなと思います。では、短かったですけど、ありがとうございました。ナナペでした。
一つ大きな拍手をお願いします。はい、ということで、奈々ちゃんには一旦退場していただきまして、次はボーテの曲の紹介なんですけれども、コブクロとあやかがコラボしているあなたとという曲でございます。はい、あの準備の方できましたので、させていただきます。Oh,
ごさん、どうぞ。はい、ゴーチェでした。ありがとうございました。同じくダンサーネームは危険と言います。よろしくお願いします。はい、佐藤くんと危険くんですね。場所大丈夫ですか。はい、ギリ大丈夫。あの、下駄気をつけてね。飛ばさないで、ね、飛ばさないように。ちょっと寝た方がいいかもしれないね。そうでしょう。大丈夫かな。すいません、ゲート飛んできたらすいませんね。帰ってきてないもんね。キャッチしてください。じゃあ、準備はいいかな。大丈夫。私こっち。皆さん、今も飛ばして。大丈夫ですかね。技研と佐藤の2人はどっかでいろいろやったりしてるんですか。2人で踊るのは初めて。2人で踊るの初めて。初コラボ。初コラボ。まあ、いつもはそれぞれ別々。そうです、どれぐらい踊ってるんですか。僕は7、8年。7、8年、はい、結構踊ってるんですね。技研さんの方は自分が半分。ああ、自分がっていうと、あの、昼間何してるかバレるんで気をつけた方がいいと思います。そうですね、はい。分かる人にしか分からない。のち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 、ね、はい。あの、第二幕の方でですね、あの、このダンス二人で、あの、見せてくれるので。そうですね、はい、楽しみにされてください。じゃあ、ボーカルは何を話していただきますか。ボーカルはマイク入りますね。じゃあ、これを渡して。じゃあ、第1問、今最後になります。2番いい。
いてきた今日までをたどる足跡曲がりくれた道の先に夢見てたあの日の僕が待っているから。第1幕、はい、第1幕の終了ということになりました。お疲れ様でございました。引き続き15時から、今度は踊りのステージということで、今踊ってくれた健と佐藤の2人とかですね、パーカッションでちょっと入っていった、バニラの2人とか、まあ、いろいろやりますので、あと日本舞踊の方も、第3幕の一番初めに、やりますので、それまで、まあ、ごゆっくりお後ろにください。カフェの方は外の方にございます。で2階の方で着付けもやっております。で1階はもう売り切れですかね、店長店長フード売り切れ、すごいですね。売り切れ売り切れ、何今の状況、カレーは今言われた方いらっしゃいますよね。あ、そうね、はい、はい、もう予約でいっぱいでございます。カレーは終わりです。食べ物の方は終わりです。あと、焼き芋がシャッコーナー、あ、まあね、売りますよ焼き芋コーナーも売ってますね。1個100円1個100円で焼き芋も、デジタルの焼き芋もありますので、食べていただけるとありがたいなというところでございます。それでは、第1弾これで終了でございます。しばしお待ちくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
ありがとうございました。皆様いかがだったでしょうか。Thank you.
味という曲の名前らしく、先生また普段の、着物の着方と違って踊りの時にこう前を上げたりだったり、そうですね、いろんな着方がお散歩着物ではできるというところを、はい、見ていただけると分かるかと思います。そうですね、じゃあ自己紹介してもらいます。それではですね、時間があるということなので自己紹介をさせていただきたいと思います。どうも皆さん、こんにちは、フィルムでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は皆さんと楽しい時間を過ごしたいと思います。私がいつもアカデミーのだと、私、技研と申します。本日は皆様、美人さんが多いようで、だから、ベッティンさん、ベッティンさん、いいことまして、ベッティンさんということですね、私、名前、技研と申します。そうです、皆さんもきちんとどう思いますかと思います。本田という名字です。ここに本田という車の会社をご存知の方、手を挙げていただけますでしょうか。ありがとうございます。それでは、私の名前を覚えていただけたということで、これからも頑張っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。それでですね、もうそろそろ後ろの方も準備ができてきたのかなと思うんですけども、どうでしょう、後ろの方は準備 OK でしょうか。 OK ということなのでですね、これからパフォーマンスの方に移らせていただきたいと思います。皆さんも時間許す限りどうぞ楽しんでいってください。それではよろしくお願いいたします。許されたこの時代、常識ばかりが全てじゃない、正しい答えは俺の中に。時に迷い、時にもろく、決意は崩れてゆく。強くあれ、牙を取れ、揺らぐなよ心。ララ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 ラ迷いを切り裂く剣を持て、ララ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 ラ折れない決意という名の牙。イエイエイエイラララ何もできずに時は流れ、世間や他人のせいにして自分の頃から逃げていた。今こそ踏み出すその足で己の未来を掴むため、本当の敵は内なる君、邪魔する奴は牙を向け。響く音、胸の鼓動を唸る横玉。ララ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 ラ恐れを跳ねのけ空に歌え。ララ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 ラ心につられけありのままで。ラララララララ闇を避け、ララ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 ラ心に貫け。ララ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 ラ迷いを切り裂く剣を持て、ラララララ
ララ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 俺ら息継いという名の牙ララララに最後2曲目いきたいと思います。この後もあの素敵な催し物がございますので皆さん一心お楽しみいただけたら幸いでございます。では聴いてください。あー I wanna be a hero。I wanna be for you
ありがとうございます。ありがとうございました。フィルムでした。もう一度大きな拍手をお願いします。で続きまして、ライジマクの最後を飾ってくれるのはバニラです。はい、バニラ